はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。雨が激しく降っていますね。6月は2日の日曜日でございまして、ですね、なんか激しいですね。こんな中帰りたくないんですけど、私が帰るまでまだ3時間ちょいありますね。その間に止んでくれると嬉しいんですけど、止んでくれるでしょうかね。いやいや、こんな雨降るんやったら車で来てたのに、ほんまに。いや、雨嫌いです。はい。さて本題いきましょうか。ですね、これは2日前、5月31日にブルームバーグに出ている記事ですね。トランプ氏支持に集まるウォール街富豪、有罪評決でも心変わりなしということで、米大統領経験者に刑事裁判で有罪の判決が下されたのは初めて。かつてトランプ氏を非難していた金融業界幹部も態度を和らげると。有罪判決が出たら普通ね、その支持者が離れていくんかなと思いきやですね、そうではないんですね。昨日もこの件一本やりましたけどもですね、なぜかトランプ頑張れってなるわけですよ。おかしいなと思うんですけど、まあそれがアメリカという国かもわかりません。日本だったら多分アウトですよこれ。中身せこいでしょ。ポルノ女優への口封じの金の処理を間違えたというやつでしょ基本は。本文いきますね。米ニューヨークマンハッタン裁判所でトランプ前大統領に有罪判決が下される前、5番街の豪華ホテルピエールに非常に異なる種類の陪審が集まり、独自の評決を下した。法廷の陪審が有罪判決を下しても、大統領候補としてトランプ氏を支持するピエールに集まった裕福なウォール街関係者はこのような結論に至った。この会合が行われたのは5月30日の歴史的な評決の16日前で、米金融界で現在行われている冷静な計算をあらわにするものだと。長年の支持者から積極的な仲間に至るまで、米ビジネス金融界の著名人には、重罪の有罪判決とは無関係にトランプ氏返り咲きの可能性を受け入れる人が増えていると。有罪判決が全然響いてませんね。この評決が私の知事に与える影響はゼロ以下だ。1789キャピタルの社長でトランプ氏のためにピエールで行われた資金集めパーティーの共同主催者を務めたオミード・マリク氏は30日 U のニュースを聞いてこう語った。トランプ氏と共和党指導者らの言葉を代弁するかのように不倫口止め料をめぐる裁判全体を法制度の武器化などと評した。これだけは確かだ。2021年1月6日にトランプ氏の支持者らが連邦議会議事堂を襲撃した後に同氏から離れ、同氏が20年選挙で不正が行われたと主張し続ける間、距離を置いていた一部の投資家が再び同氏に肩入れしているということだ。その大きな理由は一言で言えば金だ。トランプ氏は富裕層向け減税と規制の撤廃を約束している。バイデン大統領が目指していることとは正反対だと。裁判で下品な詳細が明るみになる間も、億万長者のハワード・ラトニック氏が主催したピエールでの資金集めはマンハッタンの上流階級の懐に深く入り込んだ。マリク氏はその場にいた人で、有罪判決をきっかけに心変わりする人は誰もいないと見ていると。まあ以下続きますけどですね、こんな感じで続きます。もともとね、アメリカの共和党というのはですね、どちらかというとですね、お金持ちの支持が多い政党なんですね。なんでですね、まあ、分からないでもないんですけど、その富裕層に対する減税、分からないでもないんですけどですね、なんかあれでしょう、この不倫の口止め相手、ポルノ女優でしょ、その会計処理をずるいことしたという、なんかせこい、かっちょ悪い犯罪で有罪が出たわけでしょう。でこれにここまでね、こう逆効果で支持が集まるというのは、私は何とも理解し得ないんですけども、まあアメリカではそういうことなんでしょうね。
それでその裁判自体がですね、民主党の陰謀みたいな形で進められているというふうにこの人たちは信じているわけですよね。まあそうかもしれませんけどね、要件を満たしてるんちゃいますか、その判決有罪が出るであればですね、もうちょっとダメージがあってもいいと思うんですけど、かえってですね、なんていうかこうやけ太りしてるやんという感じがするんですけど、あのね、裏を返せばね、それだけいかにバイデンが富裕層に人気がないかということなんですね。それはそっちの方がですね、重要ではないかなと私には思います。私は日本人でずっと日本からしか見てませんけども、で日本語の情報しか言えませんけども、やっぱりバイデンのやってることってね、超中途半端であまり目立ちませんけども、失敗いっぱいやってるんですよ。で、あのアメリカをですね、貧しくしてるんですよ、バイデンって。一番はやっぱしですね、あのエネルギー政策ですね。あのアメリカのですね、石油産業をですね、必要以上に締め付けたわけですね。あんなことせんでええやんと思うんですけど、そのおかげでアメリカ人はあの高いガソリン代を払ってるわけです。あのね、日本ってね、あのガソリン代ってね、まあ使う人は使いますけど、大半の人が日常ドライバーなんですね。で、自分の仕事の費用で車を使ってる人って少ないわけなんですよ。そうするとガソリン代ってね、まあどっちかというと、まあ高なったな、いやかなんなという、そのレベルで済むんですけど、アメリカの場合はその日常のですね、費用、コストなんですね。で、あの人たちって交通費が出てるのか出てないのか知りませんけども、大半の人はですね、都会人でない限りはですね、ニューヨークの真ん中に勤めてるような人でない限りは、大半は車で通勤してるんですね。そしたらガソリン代はもろに被るでしょう。なんで、ガソリン代が上がるというのはやっぱりですね、よろしくないんですよね。だからその分ですね、バイデンのせいということがですね、アメリカ人は認識してるんでしょうね。だからですね、人気がない。バイデンの人気を落ちていくということではないんでしょうかね。まあね、ろくなことしてませんよ、バイデンって。昨日も言いましたけど、ウクライナの戦争が始まったのも半分バイデンの責任ですし、ガソリンが高くなったのもバイデンの責任ですし、ですね、中国がのさばってるのもバイデンの責任ですし、いやあの何気にね、何もやってないように見えてね、いろいろやってるんです、あいつ。やってるというか、やってないということもありますけど、アフガニスタンからの価値悪い撤退もですね、あんな、あれですよ、急がなければですね、あそこまでかっこ悪い撤退にはならなかったと思うんですよね。いややっぱしね、トランプがここまで人気があって、それを保持できているって、有罪判決もめげないというのはですね、やっぱり強いアメリカであってですね、アメリカンファーストであってですね、バイデンのやってることがですね、お花畑すぎると、綺麗事に過ぎるということをですね、多くのアメリカ人はやっぱり認識しているということではないんでしょうかね。私にはそうとしか考えられないですよ。いかにバイデンが富裕層に人気がないかということですね。で、分かりにくいか、で、綺麗事すぎるかということではないかなと、私には見えてしまいますけどね。どうなんでしょうかね、アメリカ人たちは。はい。まあ、ということで、このブルームバーグですね、今読みかけましたページ。ですね、トランプ氏支持に集まるウォール街富豪。有罪判決でも心変わりなしというところをですね、アドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。